リア、スイス、フランス。熊本大学工学部公認の盲学校用教材開発サークル、ソレイユ。工学部の学生や技術職員が中心となって、目が不自由な子どもたちに向けた教材の開発・制作をしています。ソレイユが制作した教材の一つ、タッチマップ世界地図。国の場所にペンを刺すと国名を読み上げます。オーストラリア。点字が入った従来の点地図と比べ、国境線と陸地の手触りを変えたりすることで境目を区別しやすいようにしています。視覚障害者の方に向けた教材がそもそも少ないという現状があったので、我々がそのニーズを埋めるために開発しているという現状があります。目が不自由な子どもたちに向けた教材は点字を使ったものなどはありますが、触ったり聞いたりして学んだり遊べるものはあまりありませんでした。ソレイユは全国の盲学校の先生が集まる研究会に参加し、アンケートを取るなどしてどんな教材が必要かを調べ開発してきました。こちらは将棋を簡略化させたゲーム、ふれあい動物将棋。子ども向け将棋、動物将棋を開発した女流棋士北尾まどかさんの許可を得て改良を加え、駒の種類や進める方向は触ると分かるようにし、弱視の人にも区別がつきやすいよう白地に黒の模様にするなど工夫しました。駒の種類と進む方向がこの黒色のマーカーで分かるんですけど、ここが出っ張っていまして、触るだけでこの尖った方向に進めるんだという、そういったことが分かります。ソレイユは開発・制作した教材を全国の盲学校に寄贈していて、その数は600台を超えるといいます。実際にソレイユの教材を使っている県立盲学校を覗いてみると、この間3年生も都道府県の府2つ言いましたよね、覚えましたよね。区は何だったっけ？京都と大阪。じゃあここみさん、京都と大阪教えてあげてよ。ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん。ちょっと待って、どこだったっけ？忘れちゃったよ。なんか違って。大阪府。大阪府。大阪府。お、じゃあ京介くん、総宿見張り。子供たちがソレイユの教材で日本の都道府県について学んでいました。近いところにあるのね。楽しんでね、触ってくれてたなって思いました。子供たちは音が鳴るのが大好きなので、特になんか盲学校の子たちってやっぱ音で情報を得て生活に生かしてる子たちなので、もう音が出る教材は何でも大好きです。さらに県立盲学校にはソレイユが開発中の試作品も。教室みたい。学校の1階部分の模型、箱の中に手を近づけると、美術室とか。その場所を教えてくれます。盲学校の児童は日々学んでいる教室や廊下の形は触って分かっていますが、学校全体の様子は分かりません。ソレイユはそのための模型作りを進めています。ソレイユではこれからも目が不自由な子どもたちや教育の現場の声を聞き、新たな教材作りを進めていきたいとしています。その上で最終的な目標はさらに先にあります。まずは我々がそういった小さな、ニーズを汲み取っていくということが大事だと思うんですけれども、だんだんとまあ社会に認知されていって、我々が必要ない、つまりいろんなメーカーさんだったりが、そういったニーズを汲み取っていけるような社会になっていけばいいなと思っています。ソレイユは目が不自由な人だけでなく、誰一人取り残さない社会を目指し挑戦を続けます。